ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。それでは今日も元気よく投稿していきましょう。ちょっとね、日付的にかなりもう怪しいとこまで来ちゃってるんだけど、間に合うのかね、イベント消化。もう19日でしょ。とりあえず学園を見てみましょう。桜井さんいますね。ちょっとこれ桜井さんいたらマストで会っていきましょう。おっ、これはまた新しいイベントではないか。ようやく会えた。実はね、さっきも見かけたんだけど、声をかける前に見失っちゃって。向こうから探しに来てくれるとは。また会えないかなと思って。これはかなりの好感度じゃないか。そしたら遠くに見覚えのある後ろ姿が。ね、遠くから後ろ姿で声をかけに来てくれる。え、すげえな。なんでわざわざ探したのか。あれ、そういえば、そして特に用事もないという。特に話さなきゃ。これはいい感じなんじゃないか。でもこうして会えて嬉しかったよ。え、あ、そうだね。確かにこの夏休みは何度も会ってる。確かにどれだけ会ってんだよ。でも偶然会えたっていうのが嬉しかった。いや、いつも偶然会ってたでしょ。いや、偶然じゃないけど、一応偶然を装って会ってたでしょ。あ、いけない、もう行かなきゃ。わざわざ呼び止めたのにこんなのでごめんね。また今度時間あるときにゆっくりおしゃべりしようね。いいね、俺は時間いつでもゆっくりできるよ。ただここでね、約束を取り付けないっていうのが。あとは師匠に会いに行くか。あら、君も女の子の撮影に出かけるの？ご一緒させていただきます、師匠。そうよね、カメラとか持ってないしね。これなんだっけ、質問タイムだっけ。どうかしたの？なーに？私に聞きたいこと？趣味についてお聞かせ願いたい。私の趣味って言えば、やっぱり女の子をカメラで撮影することよね。いい趣味だ。どうしてかって、それはもちろん女の子が大好きだからに決まってるじゃない。自分も女の子が大好きであります。でも女の子だけしか撮らないわけじゃないの。あ、そうなんだ。私の撮影意欲をかきたてるのは女の子の場合の。なるほどね、そういう言い訳を作るってことね。やっぱり自分の好きなものを撮りたいわよね。あ、それはごもっともだ。じゃあ私は行くわ。早くしないとベストショットを逃しちゃうかもしれないし。それじゃあバイバイ。まあ少し桜井さんとのイベントが進んだのかな。これは残り11日か、もう20日だから。椎名さんがいて、桜井さんいるな。今日も暑いよね。これは質問タイムだな。暑さで溶けちゃいそうだよ。だがこういう時に評価を上げていかないと。こんな日はアイスとか食べたいよね。お、声をかけたってことは何か用事なの？別にさ、これってさ、用事っていうほどの用事じゃないよね。何何？まあ本人が嫌な気持ちを持ってないっていうところがいいんだけど、夏休みについて。え？夏休みと冬休みだとどっちが好きか？いや、そういう質問をしたわけじゃないんだけどね。夏休みどうっていう、そういう趣旨だったんだけど。イベントも多いしね。夏の方が実況イベント多いの？冬休みっていうか、冬って寒いから。なるほど、うん、桜井さんは寒いのが苦手と。苦手なんだよね。だからやっぱり冬休みより夏休みが好きなんだ。夏休みに話せてよかった。いや、もうこの日に言われるとさ、ちょっと切ねえわ。またね。本当になんかこのまま夏休みが終わりそうなんだけど。じゃあ村上先輩のところに行こう。もう村上先輩とかさ、椎名さんとか全然イベントこなしてないから、この2人は 100% 無理でしょう。いや、桜井さんも相当怪しいけど。
私に聞きたいことですか？村上先輩に至ったら評価が下がってるからね。だってさ、この中でいくと多分ね、植物についてなんですよ、評価が上がるの。でも俺植物とかどうでもいいから、夏休みどうっていう。ほら下がった。すみません、やはり俺の実力だとここが限界か。それでは私はこれから用事があるので、これで失礼しますね。時間を取らせてしまいました。21日、1日1日が早いな。一瞬にして過ぎていく。桜井さんいない。いたー。今日も暑いよね。これは質問タイムだな。暑さで溶けちゃいそうだよ。もうここが勝負だ。溶けちゃいそうといえば、こんな日はアイスとか食べたいよね。いいから俺に質問させろ。声をかけたってことは何か用事なの？私に聞きたいことがあるの？てかいっぺんに聞けよ。こんなさ、一つ一つ聞いてないでさ、食べ物について、委員会について、運動について、これはもう委員会について聞くしかないっしょ。何回委員会について話してんのっていうのもあるけど、上がっちゃうことがあって、いつもよりたくさん話しちゃうことがあるんだよね。私らしい？そうかな。そしてこの会話で結構評価が上がっていくっていう。やっぱり私は放送とか実況とかが大好きだから、これからもみんなに楽しんでもらえる放送ができるように頑張るね。てかさ、放送委員会の仕事進んでないでしょ。夏休みに話せてよかった。あと何回話せるんだ。そろそろ行くね。まあ多分ね、話すだけだったら相当話すと思うんですよ。ただその話が進まないっていう。椎名さん、こいつに至ってはこっから会話が進んでいない。しっかりしないといけませんね。それで何かご用でしょうか。はい、私に答えられる。あ、これも質問タイムか。お答えしますね。動物について、趣味について、勉強について。そうですね、では趣味について聞きますか。私の趣味ですか。アロマキャンドルはね、前聞いたよ。アロマキャンドルを集めるのが好きです。自宅に様々な種類のものを持っていて、気分によって使い分けたりするんですよ。え、アロマ、みんなアルツハイマー病なのかな。どのような効果があるかですか。アロマキャンドルのほのかな明かりと香りには心を癒す効果があるんですよ。寝る前に。てかさ、イベント進まなかったらさ、この会話を8月31日までずっと聞き続けるってこと？どうなのそれ。なんかちょっともう同じ会話が出てきた時少しカットしていきたいんだけど、ダメかな本当に。すみません、この後予定が入っていました。私はダラ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 とこの話をしていく。まだまだ、いやー、それはちょっとグダグダになりすぎるな。8月の22日あと1週間以上あるね。ちょっとカレンダー見てみましょう。1週間ちょいか。あと1週間ちょいをずっとこんな感じで進んでいくの。まあ一応桜井さんはいたら声をかけると。そしていない。このメンツであれば、椎名さんだな。あ、これだ。これはもう何回同じこと聞いたか分かんないから、もうちょっと飛ばします。だからもう本当にスキップしようかな。 OK、 次、望月先輩。お、師匠がお困りのようだな。うん、今日も暑いわね。こういう暑い日に考え事をしてると頭が揺らっちゃうよ。てかいつも暑いんじゃないの。だってみんないつも暑いって言ってるよ。何を考えてたのか。うん、それよそれ、相談に乗ってくれない。実はね、ちょっと悩んでるのよ。部活のこと、師匠いかがなされました。もっと写真部の部員を増やしたいなって思っててね。なるほど。
私めの他にもっと弟子を増やしたいということですね。いいのかなって、私人を集めたりしたことないから、こういうのってよくわからなくって。なるほど、私にお任せあれ。何かいい知恵はない？写真部の部員を増やすにはどうしたらいいと思う？エレナさんがセクシーな格好をすればいい。エレナさんが撮った写真を展示すればいい。毎晩寝る前に念じればいい。なんか絶対さ、一つアホな選択肢が入ってるよね。これさ、師匠が撮った写真を展示すれば、俺みたいなやつが、おお、女の子の写真が撮れるんだって言って来る。これだ。それってどういうこと？いや、さっき説明した通りだよ。私の写真が素敵だから、こんな写真が撮りたい。そう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 。おお、女の子の写真いっぱい撮れる。嬉しいこと言ってくれるわね。そのアイデアいただきかも。なんで急にそんなことを思ったかって。俺だけじゃダメなのか？だって写真部に可愛い女の子たちが入ってくる。いや、今のアイデアだと多分入ってくるのは女の子じゃなくて男の子だぞ。女の子は入ってこないと思うんだけど。写真部に入ってくる子たちは別にモデル志望じゃないんじゃないかって。それは同じ部活のよしみってことで。てかさ、自分の横島な考えのためにさ、部員を増やすのか、お前は。夢が膨らむわ。夏休みが終わったら早速動き始めよう。てかさ、前も言ったけどさ、受験勉強大丈夫なの？夏休みが終わってもまだ部活やってるつもりなの？いやー、もう進路決まったんだなこいつ完全に。23日になってしまった。なんだかんだやってるうちに23日になってしまったよ。いない、桜井さんはいない。そうすると椎名さん、こんにちは。朝はまだ涼しかったのに。またこの会話だよ。飛ばす。待ち。村上先輩、同じ会話だったら飛ばします。飛ばします。ふみおさん、ちょっと最初声入っちゃってたけど。私のことですよね。いや、絶対さ、村上先輩にこんなこと言ったらもう一生仕方されると思うよ。驚いただけなので、そんなに。いや、これも土下座もんだよ。私に聞きたいことですか？いや、超優しい村上先輩。読書について、夏休みについて、裁縫について、ちょっと今日かけとかないとな。これは読書についてですか？明らかに今キモい認定されてるから。そうですね、趣味というか大好きなことですね。休日になると一日中図書館にこもっていることもあるくらいで、私らしいですか？そうかもしれませんね。いやー、さっきの大丈夫か、何事もなく話が終わりそうだ。てかさ、あのイベントいるの？あのイベントって評価上がってんの？私はこれから用事があるのでこれで失礼しますね。しかもさ、名前呼ばなくてもさ、名前呼んだことになるしね。24日、ももこちゃんがいて、桜井さんがいますね。あかねちゃーん。どうしたの？いきなり名前なんかで呼んで。普通に返してくるな。え？ドッキリなの？とか言って。驚いたかって言われると。驚いただろう。普通にいきなりこんなこと言われたら、そのビビるだろ。マジ何こいつキモいって。こういうドッキリは悪くないんだ。ちょっとこいつの神経も少し疑うな。私に声をかけてくれたの？いや、自分で言っといてなんだけどね。何何？テレビ番組について、買い物について、音楽について。これはもうテレビ番組ですね。テレビ番組か。そういえば最近テレビでのスポーツ実況番組が少なくなった気がするよね。そうだね、これも前話したね。勉強になったのに。
ちょっと残念かな。え、そういったことネットで配信されてるの？テレビの実況番組をそういう風に見てるんだ。そうなんだ。それなら今度からはネット配信を確認しないと。普段は見ることができないスポーツも見られるみたいですね。これネットだけしか流れてないスポーツとかってあるんですかね。俺あんまりそのネットでスポーツとか見ないんですけど。一緒にネット配信見てみようよ。夏休みに話せてよかった。いや、この時期に言われると切ねえわ。じゃあそろそろ、もう24日だしな。またね。あとは椎名さん。ココミちゃん。最近これ多いな。あ、私のことですよね。あ、そうだね、そういう反応になるよね。すみません、そう呼ばれるのが珍しくて。いや、嫌なわけではないですよ。いや、優しいわ、絶対嫌でしょう。絶対嫌だよ。次からは呼ばれてもいいように心構えしてね。いや、なんていい人なんだ。それで何かご用でしょうか。はい、私に答えられる。これは質問タイムに移るわけね。お答えしますね。音楽について、部活について、運動について、まあ部活ですね。聞くことがない。ですか？新体操を通して多くの方と知り合えて、続けてきて本当に良かったと思います。模範的な回答だな。皆さんの応援のおかげで良い結果も残すことができたんだと思いますよ。これからもいただいた応援に応えられるよう。でもあんまりさ、部活やってる印象ないよね。たまに部活の印象ちょいちょい挟んできたけどさ。頑張りすぎないように。頑張りすぎてないでしょ、どう考えても。そうですね、無理をして体を壊しては意味がありません。てかイベントが進んでないからそういう風に感じるだけなのかな。ご心配ありがとうございます。気をつけますね。あ、すみません、この後予定が入っていました。私はこれで失礼します。まだまだ暑いので体調には気をつけてくださいね。いや、てかここ数日間マジで何にも進んでないな。25日、カレンダー残り1週間。これはもう終わったな。かなり積んだ匂いがする。はい、というわけで残り1週間ですね。もうクリア不能な匂いがプンプンしますけれども、まあ婚活偏差値39の実力だとこれが限界なのかな。というわけで今回はこれで終了して、まあ最後もの最後まであがいていきたいと思いますので、また次回もやっていきます。